あなたには才能があんねん。ただそれをあなた自身が見つけてないだけやねん。わかるかい？鼻あるやろ、口あるやろ、耳あるやろ、目あるやろ、それと同じ。あなたには才能があるねん。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC ミスターおかっちです。やりたいことを見つけて本気になれる、そんな熱い言葉を紹介してます。チャンネル登録よろしくね。今日紹介する熱い言葉はこちらです。才能とは当たり前、続けられること。自分の才能を見つけたい、毎日を楽しくしたい、そんなあなたは絶対最後まで見てください。後悔させません。一発勝負でいきましょう。まず質問です。あなたの才能は何ですか？いや、あなたの才能やで。君の才能は何や？どんな才能を持ってる？はっきり言うよ。世の中には二つのタイプの人間がいます。まず一つは、自分の才能を見つけて毎日を楽しく、そして自分の力を発揮して生きている人。もう一つが、自分の才能が分からず毎日つまんない、そんな人生を過ごしている人。毎日楽しく生きている人、毎日つまんないって言うて生きている人、この二つはたった一つ大きな違いがあんねん。それがこれ、才能。自分の才能を自分で分かっているかどうかなのね。今日これなの、これなの。じゃあまず言うよ。才能とは何ですか？はい、才能とは生まれながらにして生まれつき持った能力とか魅力、それが才能なので、簡単に一言で言えばこちら、才能とは当たり前。わかる？なんだろう、努力しなくても簡単にできること、自然ともうできてしまっていること、そしてどれだけやっても全然疲れない、それが才能なの。言い換えれば、もうずっとずっと続けていることであったり、続けられること、当たり前のこと、それが才能なの。当たり前だから、自然にできてしまうから、だから、自分ではなかなか見つけられないの。だって当たり前と思ってるから。なんか才能って言葉を聞くと、なんか電気を発明した人とかね、マイクを作った人とかね、スマートフォンをね、発明した人みたいな、なんだろう、特別な力やと思ってる人がね、才能っていうのはな。才能っていうのは特別な力じゃない。当たり前にあなたが持っている能力なの。あなた持ってんねん。君も才能あるんだよ。それをね、わからんって言うんやったら、その才能を見つけていないだけやね。わかるかい？才能とは当たり前。そして、才能がわかったら、めちゃくちゃいいことがあります。才能がわかったら、自分がどこで生きるのか、そして今、何をすべきか、これがわかるの。どういうことか。例えば、ここにね、お猿さんいるでしょ。お猿さん、これお猿な、お猿、お猿って書いとこもな、ちょっとお猿な、お猿さんで、これは魚さんだよね、魚さんだよね。魚さんがな、お猿さんに言いました。お前泳がれへんのかね、お前泳がれへんの、だっさーって魚がね、猿に言うたの。でもね、猿、その猿さんがね、自分の才能を分かっていたら、自分は猿であり、自分の才能は木登りであると分かっていたら、魚にこう言えますよね。いや、俺は猿だから、別に泳がなくていいんだよって。
でもね、この時猿が自分の才能を分かっていなかったら、自分が何が向いていて何が得意で何が苦手なのかが分かっていなかったら、魚にな、お前泳がれへんのって言われたら、いや私も泳がないといけないのかなと思って猿がね泳ぐ練習をすることになんねん。分かる？猿は木登りが得意やろ。でも泳ぐ練習をしてしまうことがあんねん。それは自分の才能が分かっていないから。自分の才能が分かってたら猿は別に親が泳がなくてもいいよね。逆もそうやんな。猿が魚に言うた、お前木登りできへんのかって。でもね、魚は私は魚だから泳ぐこと一生懸命やったらいいの、木登りしなくてもいいのって言ったらね、自分が得意なことに専念できる。専念っていうのは集中できるということ。でもこの世の中では魚が自分が苦手な木登りをやっていたり、猿が自分が苦手な泳ぐ練習をやってしまったりしている。あなたはどうだろう。あなたは自分の才能が分かっていますか。もし分かっていなかったら、自分の才能が分からない。猿が泳ぐ練習をする。魚が木登りの練習をする。そんなことをやってしまっている可能性があります。ね。分かった？才能が分かれば、自分がどこで生きるのか、そして何をすべきかが分かる。猿であれば、山で生きて、そして木登りをする。魚であれば、海で生きて、そして泳ぐ練習をする。じゃあ鳥であれば、空で生きて空を飛ぶ練習をする。じゃああなたは、どこで生きて何の練習をしますか。これが自分の才能が分かったら、はっきりと分かるようになります。だから今日はあなたの才能を見つけます。これ最後まで聞いてたら、あなたの才能が見つかって、自分がどんな仕事をやったらいいのか、どんなスポーツをやったらいいのか、何を毎日練習したらいいのかとかね、そういう自分がやるべきこと、自分のエネルギーを注ぐ場所がわかる。だから最後まで見てください。3つの質問、これだけです。3つの質問に答えるだけで、あなたの才能が見つかります。早速やっていきましょう。まずは1つ目。どれだけやっても疲れないことは何ですか？ね。どんだけやってても疲れへんこと。なんかやり始めたら、あ、もうこんなに時間過ぎちゃったの。あっという間だねって言って、日が暮れてしまって夕方になってしまう。そんなことはありますか？ね。夢中になれることです。没頭することです。やり出したら止まらないことです。いいですか？才能というのは、夢中になっていることの中に隠れています。自分がやっていて楽しいなとか、やっていて夢中になれること、その中に才能はあるって言ってるんです。でね、この時に大事なことは、ここに書いてるね。小さく分解すること。例えば、おかっちはバスケットボールが好きですとかね、将棋が好きですってあるでしょ。このバスケットボールが好き。これだけやったら、わからへんねんな、まだ才能が。これをちっちゃく分解すんねん。バスケットボールのどんなところが好きなのか。そういうふうに小さく細かくしていくってこと。分解っていうのは、例えばね、バスケットボール、おかっちは大好きなんだけど、何が好きなのか。仲間と力を合わせて頑張るところ。チームワークが好き。そして二つ目。ボールを自由自在にコントロールする、パスする、ドリブルする、シュートする。それが気持ちいい。大好きなんだ。三つ目。いろんな作戦考える。どうやったら点数が取れるのかなとか、どうやったら相手から守れるのかなっていう作戦を考えることが好き。そうするとね、より自分の才能がはっきりとわかる。バスケットボールが好きではなくて、人と力を合わせることが好き。そしてボールをコントロールすることが好き。問題を解決したり、いろんなことを考えることが好き。これが才能のかけらなのね。パズルで言ったら才能のピースや。な、ピース。そのピースをたくさん出していく。これが大事です。あなたが夢中になれることは何ですか？ね。
二つ目の質問、こちらです。なかなか治らない欠点は何ですか？お父さんに怒られた、お母さんに怒られた、先生に怒られました。どんだけ怒られて、もう治らない。そんな欠点って何ですか？自分でも治そうと思ってんねん。頑張ってんねん。でも治らない欠点、何でしょうか？何やろ？ちょっと想像してみて、考えてみて、そしてよかったら紙とか出してみるのはいいかもね。さっきの1問目のところから言うの忘れたんやけど、真っ白な紙にペン持って、それでね、おかっちの質問に一緒にやりながらやるとめちゃくちゃ才能が見つかります。いいですか？はい、2つ目は治らない欠点は何ですかね。いいですか？どれだけ頑張っても、どれだけ努力しても治らないっていうことは、それってね、ものすごいエネルギー持ってね、ものすごい力を持ってね。だからな、もしかしたらそれはね、治すんじゃなくて、その力を生かすってことを考えた方がええかもしれへん。例えば、お相撲さん、ものすごい体でかいやんか。体がでかいっていう特徴があるやんか。でもな、あのお相撲さんはサッカーをやるっていうことを考えたら、あのでっかい体は欠点やねん。だって素早く動けへんやん。で、体大きいからちょっと動いただけで疲れてしまうやん。持久力がないやろ。そういうこと。瞬発力も持久力もない。素早く動かれへんし、体力がないねん。な？でもな、そのお相撲さんが、いや、もうあかん、サッカーこのままやったらレギュラーなられへんから頑張らなあかんって言って、毎日ね、一食にしてご飯をな、一食にして、もう水をたくさん飲んでダイエットをするとするやん。じゃあもしかしたら少し痩せて、そして動きやすくなるかもしれへん。でも、本来お相撲さんが輝く場所は、サッカーではなくて、お相撲の土俵やろ？お相撲の土俵でダイエットした体で行ってみんや。じゃあな、自分の力が半減するやろ。分かったかな。お相撲さん、もしお相撲さんであれば、自分の体を痩せるんではなくて、自分の体を生かした場所、土俵を見つけるということ、これが大事だよね。自分の欠点、体が大きいという欠点点を直してしまったら、相撲では活躍できへんやろ。あなたもそうなの。あなたが持ってるその欠点であったり、直さなあかんと思ってることは、直すんじゃなくて、それをどうやって生かすのか。もしかしたら場所を変えたらいいのかもしれへんし、考え方を変えたらいいのかもしれへん。生かす方法を見つける。そこにあなたの才能が隠れているの。例えばおかっちは、ね、人と同じことができへんとかね、落ち着きがない。もう分かるやろ、おかっち動いてばっかりやねん。落ち着きがないっていうことであったり、愛想笑いができない。愛想笑いっていうのは、面白くないのに、ははー、それ面白いねーっていうこと。これができへんねん。自分の気持ちがすぐ顔に出てしまうねん。な？これね、怒られた何度も。お前な、なんかな、つまらんからと言って、つまらん顔するなと。お客さんに失礼やと。な、お客さんの前ではいつも笑顔でいなさいって、社会人の時何度も何度も怒られてん。でも治らんかってん。その時に考えてみよう。自分の欠点を丸々力に変えると何だろう。そうやって考えてみんねん。例えば、同じことができへん、人と同じことができへんっていうのは、〇〇力で言うと、新しいことを生み出す、発明する力、発明力になるかもしれへんし、落ち着きがないっていうのは、いろんなことに行動できる、あれもやりたい、これもやりたいっていう好奇心を持って、いろんなことを行動する行動力になるかもしれへんし、そして愛想笑いができないっていうのは、人に対して正直でいる、嘘をつかない、自分の本音で生きる、そういう正直力になるかもしれへん。そう考えてみ、発明力ってとても大事な力やし、いろんなことを考えるだけじゃなくて行動する力、これもね、武器になるよね。そして正直、
これめっちゃ大事やんな。学校でもそうやろ。あの人正直やなとか、あの人信じることができるな、信用できるなってなったら友達もできるやんな。だから大事なことはこの欠点を直すんじゃなくて、この欠点を丸々力に変えて、この発明力とか行動力とか正直力をどういうふうに使うのか、これを考えること。そうすることであなたの才能をちゃんと学校、そして会社でもコミュニティでも社会でもどこでも出せるようになる、発揮できるようになる。これが2つ目の質問です。少しずつ見つかってきたよね、あなたの才能のピース、かけらがね。そして3つ目は、他の子供、他の子を見ていて、他の人を見ていてな、イライラすることってなんだ、イライラすることってなんだろう。わかる？他の人を見てイライラするっていうのはあなたにとっては当たり前、自然にできること、簡単にできることな、やのに、なんであの人はできへんねん。だから、イライラすんねんな。わかる？あなたにとって当たり前にできんねん。簡単にできんねん。でも、あの人ができへん。なんでそんなんできへんねん。って、イライラすんねん。わかる？だから、あなたがイライラすることっていうのは、その中に才能が隠れてることがあるねん。例えば、おかっちはね、よくね、時間通りに、集合できないとか、時間通りに仕事が終われない、期日を守らないっていうことにめちゃくちゃイライラすんねん。それはなぜか、おかっちは期日を守る力があるから。絶対に期日を守るし、集合時間守って遅刻もしない。それだけじゃない、1週間以内にやってくださいって言われたことを1時間でやって送る。それがおかっち当たり前にできんねん。今チンってなったけどな、気にしない、終わりじゃないよ。そう、みんな1週間以内にやってって言われたことを1時間でやったらめっちゃ感謝されるやん。え、もう終わったんって言われるやん、もう終わったんって言われるやん。それが信頼になっていく。おかちはそう信じているから、誰よりも早くやる、スピードは情熱やと思ってんねんな。早くやればやるほど情熱がある、やる気があるということが相手に伝わる。だからおかちは仕事を早くする、期日を守るっていうのがおかちにとっての当たり前やねん。それはおかちの才能やねんな。だから期日を守れない人を見るとイライラすんねん。あとは同じ失敗を何度も繰り返す、それもイライラすんねん。なぜか、それはおかちは失敗はいいと思ってるけど、同じ失敗した時にな、その失敗がもう二度と起こらないようにするにはどうしたらいいかっていうのをものすごく考えて、それを作戦をね、ちゃんとやるの。それがおかちにとっては当たり前やねん。だって同じ失敗を何度も繰り返したくない。だって同じ失敗を何度も繰り返してたら成長せえへんやん。成長したいと思ってる。成長するためには失敗から学んで、その失敗を二度と繰り返さない、それが大事やと思ってね。それがおかっちにとっての当たり前やね。当たり前にできてしまう才能やね。だから失敗を何度も、同じ失敗を繰り返す人、それを見るとイライラすんね。わかった？あなたがイライラすることはあなたの才能です。だからイライラすることがあったらラッキーって思ったらええわな。その中にあなたの才能が隠れているから。はい、どうでしょうか。あなたの才能を見つける3つの質問を紹介しました、ね、どれだけやっても疲れないことは何ですか。夢中なこと、夢中になれることの中に才能が隠れています、ね、そしてなかなか治らない欠点は何ですか。いいですか。欠点っていうのは欠けている点ではなくて、あなたにとって欠かせない点です。欠点を隠したり見えないようにしたり直したりするから、あなたの魅力はなくなる。わかるかい？欠点をちゃんと自分で受け入れて認めてあげて、その欠点をどういうふうに生かすのか、それを考えれば、それを見つかったらあなたは輝き出す。3つ目、他の人を見てイライラすることは何ですか。イライラの中にあなたの才能は隠れています。こんな感じで3つの質問に答えていたら、あなたの才能のかけら、いわゆるパズルで言ったらピースやな、いろんなピースが集まってきたやろ。その白い紙にいろんな自分の才能が分かってきたんちゃう。最後の作業、
その一つ一つのピースをガッチャンコ、ね、パズルのように組み立てて一言で表現する、一言にしましょう。例えば〇〇するとか〇〇力とか〇〇を〇〇する、こういう形をイメージしてもらえたら分かりやすいんちゃうかな。例えばおかち、おかちは問題を解決するとか、やりたいことをすぐにやるとか、本音で生きるとか、全力でやる、これがおかっちの才能です。その才能を生かしてこのライフスキルの学校をやってます。こんな感じでマイクを持って自分のありのままを、本音を本気であなたに伝えている。だからあなたもこの3つの質問を考えて、それをここにある一言でまとめてください。そうすればあなたがどこで生きるべきか、そして今何を努力したらいいのか、何を練習したらいいのか、逆に何をやめたらいいのかっていうのがはっきりと分かります。最後にあなたに伝えたい、才能を見つけよう。俺には才能はないわ、俺にはセンスなんかないわ、自分なんて無理や、ちゃうねん、あらへんあらへんねん、あなたには才能があんねん、ただそれをあなた自身が見つけてないだけやねん。わかるかい？鼻あるやろ、口あるやろ、耳あるやろ、目あるやろ、それと同じ、あなたには才能があるねん。いいですか？才能が見つかったら魚にお前泳げって言われても泳がへんって言えんねん、鳥にお前飛べって言われても俺は猿やから木登りをする、だから飛ぶ練習なんかせんでええって言えんねん。わかるかい？才能が分かったらあなたのその大切な命を、大切な時間を、大切なエネルギーをどこに使うのか、それが分かってくんねん。だから才能を見つけてほしい。でもな、才能っていうのはこの YouTube をただ見てるだけやったら分からへん、机に座ってぼーっとしてるだけやったら分からへんねん。だからいろんなことをやってみんねん、いろんな人と話してみんねん、いろんな人と一緒に遊んでみるねん。な、分かるかい？そうすることで才能って見つかる。なぜなら才能とは当たり前や、自分一人では分からへん、自分にとっては当たり前にできていることだから、いろんな人と話していろんなことをやることで、なんであの人あれできへんやろう、なんで僕はこれができへんやろうとかね、あ、みんなに褒められた、自分にとっては当たり前やと思ってたけど、こうやって字を書くっていうのは自分の才能なのかもしれへんなとか、それはいろんな人にと話していろんな人と遊ぶことで見えてくんねん、いろんなことをやってみることで見えてくんねん。服と一緒やな、服だっていろんな服屋さんで試着するやろ、試しに着てみるやん、それで鏡に見るやん、そうすることで、あ、このサイズちょっと大きいなとか、いや、このサイズちょっとちっちゃいなとか、いや、この青色って案外似合ってるやんっていうのは、いろんな服を着て試してやって履いて、そうすることで見えてくるやろ、自分に合った服、自分に合ったサイズ、自分に合った色っていうのが、いろんなことをやってみる、試してみることで見えてくるやろ。だから自分の心が動いた、やってみたい、もっとやってみたい、楽しそうって思ったら、心が動いた瞬間に体も動いてみんねんな。そう、その瞬間を逃さずにやってみたいと思ったらすぐにやってみんねん。そうすることであなたの才能は絶対に見つかる。おかっちはあなたがあなたの才能を見つけてあなたらしく生きていくことを心の底から応援してます。はい、ということで今日は才能の見つけ方っていうテーマであなたに本気で授業した、大人の本気の授業、一発勝負でした。だから分かりにくかったところとかあったかもしれへんな、でもこれがおかっちの本気や。はいはい、ということは才能とは当たり前や、分かるかい？自分が猿やって分かってたら、自分がな、魚やと分かってたら、自分がやるべきことが見えてくるやろ。やるべきこととやらないこと、人生では
やるべきこと、そしてやりたいことにたくさん時間を使って、やる必要のないこと、やりたくないことは削って削って削る。そうすることで楽しくなってくる。おかちはそう思ってる。わかるかい？お相撲さんがダイエットしたら意味ないやな。自分の力を発揮できへんな。でもお相撲さんが自分の才能を分かってたらダイエットせえへんね。もしかしたらもっとたくさん食べて力を蓄えるかもしれへんね。才能は大事、坂東はエイジ。あ、ごめん、あの古いギャグです。はい、ということで、こんな感じでここのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて非認知能力を伸ばす関わり方、そしてもう一つは今回のようにあなた子どもの心に火をつけて自分がやりたいことを見つけて、そして自分を信じることができる、そういうような言葉を全力で紹介しています。だから少しでも興味を持ったおかちなんかおもろそうやんとか友達になってみたいやんとかあればチャンネル登録を押してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。あと子ども向けのオンライン授業天才性発掘オンライン授業っていうのも、天才性発掘プログラムっていうのも、やっているんで概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで今日はこれでおしまい。 The end。それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。